ネバーストアはスウェーデンのストックホルム北部にあるショブデニで結成されたポップパンクバンドである。2007年にエピックレコーズから正式メジャーデビューを飾る。その後も地元スウェーデンで高い支持を得て人気を拡大。MTV ヨーロッパミュージックアワーズにおいて2007年2008年と2年連続でベストスウェーディッシュアクトに選ばれている。2000年に まだ彼らが高校生だった頃にバンドを結成。2007年にはデビューアルバムサンドレ Sundays をリリース。また、その後、グッド・シャーロットのスウェーデン公演にてオープニングアクトを務める。他にはビリー・タレント、マイ・ケミカル・ロマンスらとの共演も果たしており、着実に人気を獲得していく。2008年にはサム41の日本公演のオープニングアクトに、 抜擢され、初来日を果たす。その後、セカンドアルバム、Heroes Wanted をリリース。2009年には、サードアルバム、Age of h ス s t ア r をリリース。このアルバムに収録されている、Summer という楽曲は、プロデュースを担当した、サム41の、デリック・ウィブリーと共に、ロサンゼルスで制作された。2010年の秋、約1年の活動休止をする。 その後、インターネットもテレビもない、携帯電話もつながらない森の奥深くにある小屋に、機材と食料とビールだけを持ち込んで4作目のアルバムを制作し、2012年にレコーディングを行った。同年、公式フットボール EM 曲6もバーデンも発表している。2013年には、ホースアルバムであり、自身のセルフタイトルアルバムでもある、ネバーストアをリリース。 2015年には、ユーロビジョンソングコンテストの国内予選であるメロディーフェスティバーレン2015に参加した。2015年2月14日、マルメで行われたセカンドセミファイナルで、If I was God for one day を演奏した。ありがとうございます。